合気道は開祖上島盛平先生において世に出されたことでございます。上島先生は常々合気道は日本の武道を正すそのために生まれてきた武道であるこう言われておりました。これは当然のことで、人を倒せば勝ちとする、倒せばよしの武道から合気道は人を作り育てる武道であると、このような大きな方向転換した武道でございます。当然技術においてもその表現方法は大きく異なっておりました。無論その内容の成功さというか技の成功さというか、こういうものは勝手私がやりました柔道空手の世界ではない、その形を持っております。私もそれこれ入ります約50年、ところが約10年ほど前から日本の武道の世界において合気道は武道ではないのではないかというような声が一部上がっておりました。当然その頃の合気道の世界は昔はこうだった、このような形においてただ昔を踏襲するこれだけの敬語であったわけでございます。ですから私はこれは当然そのままでいくならばいつかその批判が本物になるんじゃないかという心配をし計画しておったのでございますが、こういきましてはっきりとその行為が大きく武道界に上がり、また外交においてもそのような行為が上がってまいりました。ただ我々はその時から王先生のその言葉を何とか現在に伝えていきたい、また我々自身も修行の一つとして当然のことで開祖の言われるその言葉の実践、これが一番大事であるという考えから開祖は常に言っておりました。合気道の都市はそのまま剣を持てば剣、杖を持てば杖、あらゆる武道再現が可能である、でその考え方が日常社会においても必要である、全くそういう観点から我々はこの追求に今日まで努めておりました。ですから我々の稽古はあらゆる都市の稽古がそのまま剣杖に転化していきます。これからのこのビデオの収録にあたりまして我々のその稽古をこれから伝えていきたい。我々の稽古は一般の合気道の表現と違いまして必ず一つの都市基本から剣杖とこういう形で転化していきますので、その内容をご覧になっていただきたい。またもしこれがくだらないなと思うのあったらば捨て去って結構です。また皆さんがそれがなるほどと思うことがあったならば、それをまた皆さんで修行してもらいたい、このように考えております。それでは今回第7回目型取り面打ちの稽古を行います。この型取り面打ち、こういうような名称で呼ばれているんですが、その稽古の実態は武道面において非常に疑問にある稽古法なんです。ということは実際は型を持って面、型というのはこれを取られても十分に手の行動は可能なんです。ですから我々はそれをこの腕をまず押さえるというところで、いわゆる上腕部、まあ我々が上腕部と言ってますが、それを押さえそして面を打つと、こういうような形でもって稽古を進めております。これはそのまんま上腕部を押さえるというのは、その手は突き、そういうものをその意識においてその視野に捉えながら、そういう形で稽古を進めております。まあ、細部にわたっては、個々の稽古の中において、これをお説明加えていきたい、かように思います。
それでは金取り面打ちの我々日曜稽古の呪文を追って行います。初めはやはり体の準備運動、これを兼ねながら当然のことで足腰の鍛錬とかこういう意味を加えて行います。これは技というよりも基礎的なそういうものを作ると、これが主眼でございます。それでは準備運動を兼ねての我々の稽古の段階が入ります。これは見える通り、ここで支え、足腰の、そしてこの腰を切って、ね、体を半身にする、非常に大事な内容を持っています。そういうところでこういう稽古、はい、これを大体5、6回あたりで交代しないと同じ方向回転してますからね、目が回っちゃうんです。大体こういうことを 2、3回繰り返して、そして体の柔軟性を取ってから稽古入ってまいります。それでは、角取り面打ちの一挙表、そして裏の剣を持っての手引き、続いて剣対剣、剣対上と入ります。
それでは川富名所の一挙から続きましてね、その技の流れを持った腰技、いわゆる腰投げですね。まあ合気道の世界ではあまりこういう腰投げは少ないと思うんですが、僕の出身が出が柔道だったもんですから、やたらに昔はこういう傾向があったので、それを1、2本ここで付け加えておきたい、こうも言います。腰技をやります。これは実際は当てなんです。その当ての手法はこういう形になって、ね、入っています。もう一回、そして次の、ね、これも当てなんです、ね、これは入るのがこういう形で持って動かしながら、そしてそこへ行きます。もう一本、そこ、またもう一回、どうした、次、肩取り目打ちの塩投げ、これをまた剣対剣、剣対上と続けて行います。では続いて、肩取り面打ちの逆締め投げ、これを剣の手引きを加えて続けて行います。
次に風取り面打ちの二強、これを大義、そして剣の手引き、剣対剣、剣対上と続いて行います。では次に肩取り面打ちの入り身、これも剣の手引き、そして剣対剣、上と続けて行います。
では続いて片取り面打ちの小手返し、これも剣の手引き、そして剣対剣、剣対上と続いて行います。続いて片取り面打ちの二挙、これは二挙は二体ございましてね、先ほどの反対の方の手を取る二挙でございます。これも対義から剣対剣、剣対上と続いて行います。
続いて片取り銘打ちの3挙入ります。これも都市から剣の手引き、そして剣対剣、剣対上と続いて行います。以上をもちまして片取り銘打ちの稽古終わります。今回第7回目片取り銘打ち終わったわけなんですが、1回目から7回目まで行ってみると、僕の稽古の持ち内容というか持ち味というか、もう大体現在行われると合気道の中の言ってみると振り返りをしながらやったと、こういうことなんでございます。一般においては武道というのはね、ただ昔はこうだったという形でその形骸を追求していく、これで終わる恐れが十分ある。我々はそれじゃいけないと思います。ですがこれから修行する皆さんの場合も、一つ我々のやっているこういう稽古の方法、これを土台にしまして、また皆さんのものの考え方、時代の対応、こういうのを考えながら、技はどんどん皆さんの想像、これを入れながら合気道を大きく変えていってほしい、こう考えております。これから皆さんの大いなるその変革を期待しながら、今回7巻というか7回目というか、この回をもちまして終わりとさせていただきます。